はい、それじゃあ料理をお任せ。あ、ペンギンの餌が、ペンギンの餌を食べたね、人間なのに。はい、来たー。これはあの洞窟の中に入っていくってことかな。はい、来た来た来た。なになに、はぁ、顔のないみんなが。あ、どうもどうも。おなじみの音楽が流れないじゃないの。話しかけたら流れるかな。ピッコちゃん、くるみん、いや違う、こっち、くるみんが、そしてキャンディーさん、つらい。うん、あなたは、あ、マリア、お会いできてよかったです。この3人はお仲間でしょ。うん、顔を取られてうろうろしていたので、このホラー穴に集めてかくまったのです。3人の子はまだ近くにあるでしょう。助けに行きますか。当たり前やん。それでは私もご一緒しましょう。やったー、仲間が増えた。大賢者マリアが仲間に入った。まあでもここまで進んできたら私の方が強いんじゃないかなーっていうあれがあるけど。あ、こっちはないんやね。あ、なるほど、地図あんな感じになっとんやん。丸。さ、これで、はい、さらに行く場所が増えた。行きますか。この近く、ここにあったりとかするかな。とりあえずまだ顔の位置がどこにあるんか、とか、そういうのは全然出てきてないけんね。うん、そうそう。これから私も一緒に戦いますね。お、それは心強い。でも全力は出しません。へえ、なんで？あなたの成長を妨げないためです。あなたはこれからどんどん強くなる。そんなあなたを見守りたいんですよ。えへへ。騙されてる。騙されてるよ。だって、別にさ、倒すなら倒してよって感じやん。手加減する必要はないから。全然、全く。しかもほら、あゆなマイペースやけんさ。マイペースやけんさ、もうちょっとなんか、ね。もうちょっと、大賢者様が張り切ってくれないと。お手伝いします。ライトニング。ほら、めっちゃ控えめやん。超弱いやん。こっちの物理攻撃と一緒よ。もうちょっと魔法を鍛えてきて。勝ったぞー。そしてこのね、勝利の言葉とかは、私一人だけっていう、この寂しい感じ。参加していただきたいわ。お、何か埋まってる気がする。掘りましょう。よーし。ここのシーンとかも一人なんやね。え、マリア入って。あれ？何も出てこなかった。はぁ、はぁ。あ、これはもう何？諦めちゃうの？掘らない。掘らないの？掘ろうよ、そこは。そういうマイペースいらないから。私が頑張らないと。旅は道連れ。まあ、実力というか、位は向こうの方がはるかに上かもしれんけど、パワー的なものはこっちの方がきっと上やけんね。そう、引っ張っていこう、頑張っていこう。キャー、でも大賢者様ちょっとね、あー、やばいやばいやばい。回復とかはあったっけ？ないー。ないー。回復。回復料理だ。よし、オッケー。いいぞ、いいぞ。ちゃんとその辺しといてくれんとね。やっぱこっちも、まあなんか結構、ダメージを与えれるんやけど、向こうの攻撃も結構こっちにダメージくるんよね。なんか思ったよりも多分防御力が低いんかな、私。よし、いいぞ。やりすぎたかな？全然全然、全くやりすぎじゃない。なんならさらに威力を出してくれていいぐらいだ。よし、もうそろそろじゃない？はい、来たー。しかし結局止まるのは一人っていう辛い感じ。あ、でもこれ入ってくる？いや、入ってない。一人部屋。はい、それじゃあ料理。で、この料理も一人で食べると。辛っ。辛すぎ。もうすべてのことちゃんと共有しようよ。ついてくるんならね。はい、じゃあゲームコーナーでルーレット。
経験値か、うん、ペア旅行券、まあ一応お金になるけんね。お金にならんなら絶対いらんけど。あ、これ来るんじゃない？ああ、ギリギリこんかった。HP バナナ1本。HP バナナそんな使ってないけんな。回復料理あるし。ほい、それじゃあ、お小遣いはどうですか？お、あ、そっか。足りないんだよ。足りないんだよ。前回武器買っちゃったから。まあ、でも、武器も大事やけんね。でも、防具もちょっと、もうちょっと揃えんかったら、受けるダメージがでかい。辛い。お、こいつは、あれじゃない？誰やった？ミノタウロスやっけ？さあさあ行くよ。ブルーミノタウロスや。ブルーブルー。やめてよ、そんな2回連続攻撃とかずるくない？私ばっかり。あ、でもこれそっか。大賢者の方にはダメージいかんのかな？こっちから攻撃するだけ？なんか、私一人に集中してくる感じ、すごい辛いんだけど。え、待って待って待って、これやられる可能性。あー、やばいよー。だってほら、2回とか攻撃してくるもん。あー、ダメ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 。ちょ待って、ちょ待って、ちょ待って、ちょ待って。やばいやばいやばい。これじゃない。HP。HP 振りかけ、はい。ふう、危なかった。面倒だの、面倒とか言わないで。ほらほら、頑張って、頑張って。じゃあ、マリアももうちょっと頑張って。もうちょっと頑張ってくれたら、私は嬉しいです。やあ、一斉に。一斉にダメージを受けるよ。あー、なんてことー。あー、あー。じゃあ、大賢者何？なんかすごいオロオロした感じでそこにいるの？もうちょっとしっかりしてよ。まあ、違う道、手前の道の方から行こうか。よし、向かいます。てことで、まあ、まずは、この辺から行きます。早く仲間を解放したいな。この辺に顔あったりするかな？もしかして。ミノタウロスの、ミノタウロスまでの間に顔はなかったんかな？マリアってさ、うん、なんでしょう。なんで大賢者って呼ばれてるの？そうですね。私は世界を旅する、ただの魔法使いです。旅先で人々に色々教えていたら、いつからかそう呼ばれていました。賢い者、大賢者などね。実を言うと気恥ずかしいのです。そうなんだ。大賢者マリア様、かっこいい。やめてくださいよ。微笑ましい。めっちゃ微笑ましい。さあ、ここまでの、左。左って言いながら右を選んでいくスタイル。普通に間違えた。左に行きます。なんとなくです。あっこまでの間に仲間の顔があって、まあね、仲間復活できたりとかしたらいいんやけど、そういうことはなかったんやっけ？あれ、一人で倒したっけ？え、めっちゃ辛くない？え、超絶辛くない？どうでしょう？よかったよ。よかったよ、マリア。やっつけてくれたけんね、ちゃんと。旅は道連れ。世は情け。開けます。270ゴールドゲットー。いや、しかし、まだまだ足りないんだ、そんなんじゃお金は。もっともっと、そんなね、小学生のお小遣いレベルじゃダメだって。小学生。なんなら、幼稚園児とかかもしれん。よし、行くぜ。もうなんか、その辺のモンスターならね、結構一発でやっつけれるようになってきたんやけど。ミノタウロスやばいな。やばいな。ちょっとね、ふりかけの存在私もちょっと忘れとったけど、久々に使った気がする。そうでもないかな。じゃあなんか、あゆな一人でいろいろと行動するのは寂しいので、大賢者様も入ってくださいまし。ね、部屋もそうやし、辛い。一人じゃないと落ち着かん人かな。はい、それじゃあ料理を。お任せ。あ、ペンギンの餌が。ペンギンの餌を食べたね。
人間なのに。しかもめっちゃ美味しそうやったよ、なんか。なぜ？よし、ハートのエプロン来い。来い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 。じゃないと買えないんだよ。ここで当てて節約をしたいです。お願いします。と。経験値ちょっと。なるほど。パワーアップも大事やけんね。あと防御力を上げたいからな、今。あ、ちょっとって言っても結構多かったの。まあ、ここまで来たら、それぐらいの経験値はあれか。じゃあ、お小遣いとかは、あ、いらないね。いるって言ってもどうせくれないんでしょ？そんだけの金額しかないんだから。みたいな。ちょっと現実味を帯びてる感じの。はい、そしてこっち側。どんどん行く場所が広がっていきよるけど。でも場所的にはちょっとね、位置的には戻りよんよね。ん？何何？ガサ。草むらに何かいる。なんだろう？これは当然、あ、でも、私多分、リアルやったら調べん気がする。蛇とか出てきそうやん、すごい。食べかけの HP バナナを置いて逃げていった。いただき、猿の食べかけをいただくのね。しかも宿屋に送りつけるっていう嫌がらせ。何これみたいな。絶対宿屋の人思うやろ。食べかけのバナナ届いたんですけどみたいな。あ、もしや仲間の、顔を、ウクルミンやろ。え、やったやん。ほら、やっぱり仲間集めてからじゃないと難しいって、あっこは。一人じゃね。ああ、よかった、よかった。何を血迷って一人でなんて言ったんだよ。無理すぎるだろう。一発でやっつけれるぐらいの感じじゃないと絶対無理やけやな。でも向こうの攻撃3発ぐらい？でもなんか死ぬところやったやん。やばすぎる。ライトニング！お、珍しくやる気いいぞ。いけいけ。から焼き！から焼きなんかしたら、スライムめっちゃなんか溶けそうやけどね。溶けはしないのか。いけ！あ、でも結構なんか攻撃一緒やな。待って待って。回復せんってやばくない？回復回復。あー、やったー。何やっつけてくれた？お、早い。ありがたい。ありがとう。いえいえ。お礼なら大賢者様に。ありがとう。頑張った。特上スライムゼリーやってやったね。クルボンの顔飛んでったね。ええ、ほら穴の方へ。クルボン助かったかな？おそらく。ほら穴に戻って確かめましょう。やった、これで一人やね。これもう見つかったら仲間に加えれるんかな。まあ別に洞窟の中にずっとおる必要ないよね。よし、ってことでクルミを仲間に加えてさらに進んでいこうか。はい、それじゃあ料理を。お任せで。なんか犬の餌みたいなやつもあるんやけどさ。お腹空いたらあれなんかな、人は何でも食べてしまうのかな。しょうがないってしょうがないけど。はい、ゲームコーナーで、ルーレットー。ハートのエプロン。ずっと言い続ける、ハートのエプロン。欲しいです。ください。あ、ダメだ。これは MP 飴だな。ほら、MP 飴1個。くっそ。くっそ。はい、それじゃあ、お小遣い、いらないのね。はい、出発してこう。じゃあみんなというか、まあ、クルミンに会いに洞窟に行きましょうか。あ、待って、カネピョンおるんやけど。ちょ、先にカネピョンのとこ行きたい。先にカネピョン行っていいっすかね。ね、おらんくなってしまうかもしれんし。まあ、時間経過でおらんくなるんか、なんなんか、よくわかってないけど。とりあえずね。よし、いいぞいいぞ、いけいけ。よし、まあ、とりあえずこれで500円は確定。で、これで1000円になるわけだね。1000円、1000ゴールド。勝利ー。汗かいちゃったよ。はい、1000ゴールド。もうカネピョンは、
値段で数えるから。はい、そしてこれで顔が戻ってきたはず。もう戻るよ。はい、来たー。あ、そっか、そんなムッキムキな感じだったっけ、くるみ。やばくない？もうなんかね、腹筋とか、何個に割れてんの？シックスパックどころじゃないんやけど。あ、顔が戻ってる。何？って何考えたの？助かった、ありがとう。あいな、また一緒に旅できるね。まずは一人目ですね。助けられてよかったです。さあ行こう。やったー、仲間に加わった。ふう、助かるよ。これでまた、進んでいける。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。